皆さんこんにちは。我が魂の賛美シーズン2ようこそ、ニューホープ横浜の牧師をしていますタンタンこと山口武晴です。今日もですね、今をときめく素敵な賛美アーティストのゲストをお招きしています。まあ、ある意味でこの番組に最もふさわしいかもしれない魂の賛美リーダーとして今日本中世界中で用いられ大活躍している長澤隆文さんを今日はゲストとしてお迎えしています。主の足元に身をかがめてひれ伏し礼拝捧げます。香油を注ぎ涙の髪で拭う愛する主の御足を心砕き栄光脱ぎ捨てただあなたを求めます。あなたの御顔したい求めます。賛美捧げます。主の足元に身をかがめてひれ伏し礼拝捧げます。注ぎ涙の髪で拭う愛する主の御足を心砕き栄光脱ぎ捨てただあなたを求めます。求めます賛美捧げます。心砕き栄
捧げます。賛美捧げます。いやー、たかちゃん、久しぶり。久しぶりです。ようこそ我が魂の賛美へいらっしゃいました。ありがとうございます。もうある意味で番組を見ている皆さんも待ちに待った、ゲストだと今日思うんですけどもね。そしてニューアルバムを、まあ、引っ提げて、はい、ダビデの幕屋、その中から今主の足元にと、ね、聞かせてもらいましたけども、まあ、今こうたかちゃんこう日本中あるいは世界中でね、活躍しているわけですけども、まあ、そもそもこうたかちゃんがこう神様に対するこの熱いパッションだったり、またこの賛美の働き、ムーブメントを広げていこうっていうね、まあ、そういう思ったきっかけだったりターニングポイントってのはどういうものだったのかな。きっかけですか。僕にとって賛美というのがですね、神様と出会って最初に何て言うんですか、与えられていったというか開かれていった分野だったんですよね。僕は小学校の6年生の時に本当に主を体験するというか、まあ、聖霊様に触れられる体験というか、本当に神様を頭で知るんじゃなくて体験を通して知る、体験をしたことがあって、でその時から、賛美がですねこう溢れていったんで、これ働きをしていく時もなんかこれでやっていこうというよりはもう自然ともうそのままそれがその働きになっていったという感じですね。もうじゃあ自然と神様が道を開かれていったという、あのペテロが体験したようなそういう感じですかね、はい、なるほどね。そして、まあ、今まで数々のこう CD をリリースし、また今まで多くの作詞作曲をね手掛けてきて、今日本中で歌われてますけども、こうどのようにしてそういう曲っていうのはいつもこう生まれて、詩っていうのは生まれてくるんですか。僕にとってその与えられる歌っていうのは本当に僕はあのそもそもミュージシャンでないし、僕ゴスペルシンガーなわけでもないんで、その音楽の勉強したこともないし、でも賛美って本当に与えられるもので、もう本当に子供みたいなもんですよね。本当に夫婦の愛の関係の中から生まれてくる、クリスチャンってね子供を作るって言わないですよね。与えられたって言いますよね、同じように本当に賛美も一つ一つが本当に授かるもの、与えられたものっていう感じですね。だから僕自分の歌もあのなんていうんですかね、こう自分が作ったという感覚があんまりないんですよね。もうたまたまその歌を僕が最初に聞いた、ラッキーなやつだったみたいな、ね、たまたま最初のその歌のリスナーになったのが僕だったっていうような感覚の方が強いんですよね。だからどんどん歌いたいはい、っていう感じですね。なるほどね。神様から与えられた、はい、最初のリスナーだったと、だったような感じですね。全部の歌が本当にそんな感じですね。なるほどね、はい、そして今新しい、ね、アルバムがまた今度、今までとまたちょっとタイプがちょっと違うような、もっとこう賛美とまた祈りとっていうような、はい、ようなこのダビデの幕屋っていうアルバムができたけど、はい、このアルバムにはまたどういう思いを込めて。このアルバムはある意味で僕が一番作りたかったような、うん、あのアルバムというか、というのは本当に今日本の中ですごく祈りが湧き起こってて、うん、でやっぱりダビデの幕屋というのは本当に絶え間ない祈りと賛美の礼拝、そして本当に喜びと歓喜の礼拝、主の臨在に本当にただ酔いしれて、本当に全ての方法や人間的な、プログラム方法を全てを投げ捨てていって、ただ主の臨在を楽しみ喜んでいたそのダビデの礼拝、うん、それを本当に主はもう一度回復させるっていうことを御言葉を通して、知っていった時に、私自身が本当に祈りの生活、賛美の生活に入っていって、そして、まあ、いろんなところで集会を導いて本当に賛美と祈りを導いていくことが多かったんですけども、その中で本当にやっぱり中には総学者がいなかったりとか、教会でのそういう祈り導けない人がいたりとか、賛美を導いてくれるとかいなかったりとか、まあ、そういう声もたくさん聞いてて、僕自身も祈りの時にもっと祈りが引き上げられていくような、賛美の CD があったらいいなっていう思って、で本当に
生活の中にダビデの幕屋を建て直していく、うん、生活の中で本当の真の礼拝者たちが起こされていくための、うん、そういう本当に自由な祈りと賛美の CD を作りたいっていうのがあったんですよね、うん、だからこの CD はそんなにフルバンドでもないし、言ってみたら音楽的に聴こうと思ったらあまり楽しくないかもしれませんけども、本当に祈りの中でこの CD をかけていったら本当に祈りと賛美が引き上げられていく、礼の歌が本当に上がっていく、うん、そういう CD を作りたいっていう思いがあって、うん、はい、なるほどね。そういう意味ではこの CD を聴くというよりはその CD を通して一緒に祈るというような、そうです、もう本当にまさにそのために作りました、うん、はい、そういう意味では新しい、今までにない新しい CD かもしれませんね。そうですね、うん、もう日本でいろいろ探したんですよ。海外ではそういう、ね、CD もあるんですけども、うん、日本で日本語の賛美でっていうのはなかったんで、うん、あ、本当にぜひ作りたいって思いました、はい、素晴らしい命の
はい、というわけで、まあ、今タカちゃんこう次世代なんか賛美リーダーみたいなねこう呼ばれたりすることが多いと思うんだけど、はい、まあ、僕からするともはやもう次世代っていうよりはねもう前世代っていう感じもするんだけど、いや、ね、本当にそうなんですよね、うん、よく若手賛美リーダーって言われますけど僕よりもっと若くて素晴らしい賛美リーダーどんどん出てきてるんでそうだから、中途半端な感じかもしれないですけど、でも本当に多くの世代、どの世代においても、そうですね、届いていけるような感じになって、うん、でもそういう意味ではある意味でバプテスマのヨハネのように道をね開いていった、まあ、第一人者のような気もするんだよね。今までのなんかワシプリーだってやっぱり音楽的なバックグラウンドがあってもともとメジャーですごく活動してたとか、例えば僕が中高生の世代っていうのはもう思いっきりミクタムの小坂忠さんの世代なんだよね。で彼らの賛美によって、あるいはその次はこうヒルソングだったりとかでいろいろあるんだけど、でもそうじゃない、そういう音楽的なねバックグラウンドがさっきあまりないって言ったけども、ミュージシャンではない、でもタカちゃんがこうして賛美を作りっていうか、まあ賛美が与えられそれを生み出し世にこうそれをリリースしていって、また賛美をリードしていくっていうのはもしかしたら最初の第一人者だったかもしれないね。それで道を開いていったっていうね。で今こう日本中こういろいろ巡っていく中で、これからのねこう賛美リーダーだったり、あるいは日本の賛美に対するねこうタカちゃんのこう思いだったり願いだったり祈りだったり、あるいはビジョンというものをちょっとシェアしてくれますか。日本の賛美ですね。いや僕は本当に小学校6年生の時に初めてそのオリジナル賛美というか賛美の歌が与えられて、そこからずっとこう作り続けてたんですけども、高校生の時にそのユースのミニストリーでが始まって、グローイングアップっていう北海道のミニストリー、うん、でグローイングアップではずっと最初からですねこのオリジナル賛美がメインで歌われてたんですよね。でもうずっとオリジナルの歌ばっかりです。で僕はまだ10代の時だったんですけども、その時に日本の中で同じような世代で若い世代の中でオリジナル歌で本当に集会をしているそういう集会ないからってもう探したんですよね、うん、もうとにかくインターネットでいろいろ探したりいろんな人に聞いたりとかしたんですけども、その時代まだ今から10年以上前ですねはそういう集会っていうのはなかったんですよね、うん、まあ教会単位ではあったかもしれないですけども、なかなかその世代の中で起こっていくことなくて、でその時に本当にみんなで祈って、もっともっと日本の中でオリジナル賛美が起こっていくように、うん、もっともっと日本の中に日本から生まれていく発信していく歌が生まれていくようにって祈ったんですよ、うん、で今本当に日本中でもう次から次へと、素晴らしい賛美が生まれていって、本当にそのオリジナルを通して、リードしていく。今僕も、ね、全国いろんなとこ行って47都道府県全部回ったんですけども、だいたいどこで歌われている歌もほとんどが今日本で生まれた歌です。本当に日本で生まれた歌がどんどん多くなってて、で僕は本当に日本今までは輸入してきてる歌、また中先生とか本当にこう先駆者としてあれしてたけども、これからは本当に日本で生まれてきた歌が本当に世界にどんどん発信されていくっていうやっぱビジョンというか、そういう思いが本当にあって、これからの日本の歌というのは本当に世界に影響を与えていく歌になっていく、そのようにすごく感じてますね。で賛美時代に本当に御国を解き放っていく、天の御国の祝福を解き放っていく力というのがあるんで、本当に日本から生まれていく歌、それは本当に太陽が、ね、東の果てから昇っていくように、うん、本当にこの世界にどん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 こう神様の臨在を運んでいく歌として用いられていくんじゃないかなって感じてます。そうですね、はい、でよく、ね、最近なんかではユニクロとか普通のなんかレストランとかで結構ヒルソングとか海外のワーシップはね
流れていたりして驚くことがあるんだけど、まあいつの日か日本のユニクロとか行くとね、その日全世界が流れてたりしたら感動だよね。そうですね、ちょっとびっくりしますけどね。というわけで、次はですね、先週、実は出演していただいた中川さんとですね、そして長澤君との夢の共演、夢のコラボレーションで、皆さんもよくご存知のその日全世界がをお届けします。その正義は
ありがとうございました、はい、いやーなかなかねこう2人ともこう違うユニークな2人でしたけど、まさか中川さんとねタカちゃんがこうどのようにミックスするのかなと楽しみだったんですけど、実際共演してみてコラボレーションしてみてどうでした？いや楽しかったですよ。もう本当に賛美って神様に目が向けられるものなんで、うん、もう誰とやっても楽しいですよね。あ本当に、そこに何があるかって言ったら、本当に主を思う心が一つになっていったら、音楽スタイルとか他のものは違ったとしても、うん、絶対に一つになっていくことができるんで、うん、はい、すごく楽しかったです。素晴らしいですね。さあ今2014年もねこう幕を開けたわけですけど、まあ今年のタカちゃんのこう願いだったり、まあ、祈りあるいはこうビジョンっていうのはどういうものがあるんですか？今年は本当にやっぱり僕もさっきも何度も言ってましたけども、やっぱダビデの幕屋を立て直していく。で本当に今イスラエルにどんどん世界中が目が開かれていっている。で本当にそれはやっぱイエス様が本当に来られる日が近づいている、うん、本当に終わりの時に入っていっているという一つの印だと思うんですよね、うん、で本当に主が来られる道を用意していく。さっきダンダンさんが、ね、うん、バプテスマのような働きって言いましたけど、本当に私自身もそのような働きをしていくために何ができるかって考えたら、聖書には本当に異邦人の救いのためにダビデの幕屋が立て直されていく、うん、そしてイスラエルに妬みを起こさせていくっていうことが本当に語られているんで、私自身も本当にこのまず教会の中に、まず私の生活の中にもっと回復させていく、うん、本当に祈りと賛美の礼拝、うん、そして自分の教会の中に回復させていき、そして本当に自分の地域に回復させていき、うん、そして本当にその日本中でそのような絶え間ない祈りと賛美、そして喜びと歓喜の礼拝が回復していくために、うん、これからも本当に自分を捧げていきたい、うん、すごく願っています。いや素晴らしいですね、はい、期待しています。はい、はい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。感謝します。で最後にねお聞きしたいんですけど、はい、まあ、タカちゃんにとって賛美とは何でしょう？賛美、僕にとって賛美というのは神様への主への愛そのものです、うん、主をどれぐらい愛しているかっていうのは、うん、私はもう賛美が表すって考えています、うん、だから、ね、口では私はイエス様愛しているって言いながらも、その人の賛美がつまらなそうだったら、うん、多分その人はイエス様のことを愛していないって私は思います、うん、なぜならイエス様を愛すれば愛するほど、主を思えば思うほど賛美というのは止まらなくなっていく、うん、本当その人のうちに泉のように溢れていくものだって、うん、本当に信じているからです。だから主の素晴らしさそのものを歌っていく、うん、主の素晴らしさそのものを誇り自慢していく、うん、それが本当に賛美だと信じているので、イエス様を体験し続けるときに本当に私の賛美自体も本当にさらに、高められていく、広がっていくということを信じています。だから僕にとっては本当に賛美というのはイエス様を思う愛そのもの、感じてます。アーメン、はい、ありがとうございました、はい、番組をご覧の皆さん、この情熱伝わったでしょうかね、1回ではもったいないので、なんと来週も実は長澤たかちゃんゲストとしてお迎えすることになっています。こうご期待です。番組へのご感想、またリクエスト、ご意見、ぜひどしどし、メール、そしてファックス、ホームページお寄せくださいますようにお願いをいたします。皆さんが豊かな賛美の生活を送れることをお願い、お祈りしています。 God bless you.